変えてきましたね。お互いですね。変えました、アドバイスで変えました。これはあアドバイスで、なるほど。危ない予感がしますね。あ危ない予感がする。かかってこいました。ストーリー上もこのアスカとリリー、ね、ライバルキャラクターなんですよね。因縁がありますからね、はい。さあでは1戦目あっさりショコさん勝利しましたが、アドバイスをしている池田さんどうでした？いやもう基本的にはその空中コンボを狙っていきましょうっていうことで。なるほどなるほど、はい、確かに綺麗に決まってましたよね。はい、あとはレイジになったらレイジ圧気をつけてください。あそんな感じでしたね。ガードしてるシーンありましたもんね。ちょっとこれお互い警戒しやってますね。うん、さあ画面右側、これはね、キャラクターの位置が入れ替わってるんで、画面右側があっさりショコのリリー、画面左側はスパイギアの風間アスカです。思ったよりは原田が真剣に、真剣にアドバイス。あ、入った、やべやべ、そういや、ガードしている、やべ、あ、レイジャーズ、これはやべ、いやー、炸裂している、ほらこれはしかし、体力差はかなりありますが、そうですね、いや、そうですね、アスカ側、スパイギア側の方がかなり余裕がある。やばい、ガードして、ナイス投げ、なに炸裂、うわー、やるね、投げですね、オッケーです、オッケーです。さあスパイギア先行ということでよろしいんですかね。そうですね、ですね、はい、入って、まあ、しかしヒート状態、強化状態からの攻めを継続するのはあっさりショコのリリー。アスカの帽子が取れましたね。あさあヒートシステム発動、強化状態です。来たぞ、これがスナイスコンボ、コンボだ。この鉄拳8のスペシャルスタイルはボタン一つを連打するだけで空中コンボを自動的に鉄拳8、ゲーム側が選別してくれます。さあ緊張感のある状態だが、いやレイジャーズありますよ。オッケーオッケーオッケー、さあどうなる、あー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 やばい、いっちゃーマジか、そうだねー、これ危ねーってことはやっぱスパイギアさんがリリー、いやいやいや余裕持ってました、余裕いや読んでたんだよね。そうですね、失礼しました。これ画面右側のキャラクターがスパイギアさんですね。画面左側のアスカがあっさりショコ、あ、痛い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 、